戦争の前の生活が忘れられない。今とは別の暮らし、上の地上での暮らしだ。僕たちはかつて世界の支配者だった。ガラスと鉄で巨大なビルを建て、海を渡り空を飛ぶことだってできた。そこには70億もの仲間がいた。僕たちはトンネルで暮らすためなんかじゃなくて、新鮮な空気を吸うために生まれてきたんだ。それを思い出した。戦争で70億もの命が奪われた。地下で生きながらいたのはたった5万人。地上は汚染され、焼き尽くされ、怪物の跋扈する地となっている。地上の汚染が消え、僕の孫、もしくはその孫が地上に戻れる日が来るかもしれない。少なくともオーダーの同志たちはそう信じている。要するに、最初から僕たちに希望なんてなかったんだ。それでも人間とは諦めの悪い生物だ。できる限りの生存者を集め、協力し合うことでメトロを新たな故郷としたのだ。結局のところ、地球で人間が住めるのはもはやここだけかもしれない。一時は何とかやっていけると思っていたが、しかし悲しいかな、戦争があっても悪癖というのは変わらないらしい。今や比較的安全だったトンネル内にも汚染は広がりつつある。かつて地上が危機にさらされた時、抗う人間はごくわずかで、その数もどんどん少なくなっていった。だけど僕たちはもっといい人生が遅れたんじゃないだろうか。こんな地下で年老い死んでいく運命を受け入れるというのか。愚か者とそしられようと、旧世界の希望が外に存在してるなら、僕はそれを探しに行かなくては。永遠の絶望の中にほんの一瞬でも希望が現れたなら、僕は希望を選ぶ。あの信号を突き止めてみせる。ラジオから聞こえるのはノイズだけだという状況が何年も続いている。にもかかわらず、地球上に僕たち以外にも生存者がいるなど誰が信じるんだ。妻、オーダーの仲間、駅の住人、誰も信じない。ラジオからは何も聞こえてこない。モスクワのメトロに隠れている人間以外に生存者などいるはずがない。この星で生きている人はここにしかいない。それがここに住む者の共通認識だった。でも僕は聞いたんだ、救いを求める声を。すぐにノイズにかき消されてしまったが、確かに聞いた。それは空の下に人が住める場所があるという証拠だ。僕たちは暗い地下で死ぬまで過ごす必要はない。だが誰も信じなかった。
せ。
注入してやるからな。アルチョム、気がついた？大丈夫。ドクターは心配いらないって。心配で死ぬかと思ったわ。あなたが戻らなかったらどうすればいいの？地上に人なんていないの。誰もいない。話し相手なんていない。もしいるならすでにここに来てるって思わない？もう何度も同じことを話したはずよ。認めるしかないの。私たちの他にはいないの。大佐。いや、アレックス。はあ、いた、このバカ者が。同じことを何度言わせるんだ。お前が妄想に取りつかれて死ぬのは構わんが、娘のことを少しでも考えたことがあるのか。お前の妻のことを。父さん、やめて。D6 での戦闘後、オーダーは人手が足りないのにお前は抜けた。人々はお前を必要としてるが、妄想ばかり追いかけて。だがもうこんな妄想は終わりだ。あるのはメトロだけだ。他には何もない。そしてオーダーはそれを守るためにある。出なければ他に誰がここを守るというのだ。具合は良さそうだな。すぐに準備するんだ。さあ、お前のポリス行きについて話し合おう。来い、話がある。ドクターを連れてくる。ねえ、お願いだからこれで最後にしてね。じゃあ後で。アルチョム、なんとか一命は取り留めたが、お前を救うためにたくさんの血を必要とした。あの血で多くの負傷者が救えたはずだ。だがお前はまた怪我をして運ばれてくるだろう。不公平だと思わないか？
先に言っておく、アルチョム、次はお前を救えないかもしれない。まあ幸運なのはスパルタンが優秀だってことだ。時間ぴったりにアルチョムを連れてきた。本当だな、あのたくさんの健康体を見たのは本当に。だが地上で長時間を過ごさなくてはいけないなんてな。まあそれが仕事だからな。仕事だろうがなかろうがあんなことを続けてたら。アルチョム、もう少し自分を大事にしたらどうだ。仮にどこかで誰かを見つけたとしても、きっとそいつも何か問題を抱えてるはずだ。誰かを見つけられてもそれが一体何になる。確かに前は外部からの信号をキャッチすることがあった。だがそれは爆弾が投下された直後のことだ。最近は何もない。それがどういうことかわからないか。まあお前の人生だからな。アルチョム、お前の気持ちはわかる。だがお前が一人でメトロを救う必要などないんだ。どうしていつも一人で解決しようとするんだ。オーダーのお前の知り合いが助けを求めていたぞ。大佐はお前に戻ってほしいんだ。なぜこんなところで幽霊探しなんてしてる。もしスパルタが私を必要としているならすぐに参加するんだがな。ま、いずれにせよ気をつけてな。仕事だろうがなかろうがあんなことを続けてたら。だが全てのものが地下の暮らしに満足しているわけじゃない。ん？なぜだ。そのおかげで今も生きてられるんだぞ。こんな生活をいつまで続けられると思ってるんだ。駅に子供は何人いる。このメトロ全体で10年後に何人生き残ってる。10年後？その半分も生きられたらラッキーな方だ。抗生物質もない、縫合子もない。だからこそ危険を冒すことができないんだ。スパルタンが皆アルチョムのように被爆して戻ってきたらどうする。ナチスが攻めてきたら。彼らはまさにそのために地上に行ってるのさ。ホラー穴に隠れているだけじゃ何も解決できないことを彼らは知っている。物資のストックは残りわずかだ。人間が数を減らす一方でミュータントたちは数を増やし、より強力に、より利口になっている。奴らにとって変わられるのは時間の問題だ。確かに行くあてはないが、地上には何か役に立つものはあるかもしれない。彼らが危険を冒してまで地上に出向く意味がわからない。誰にもわからないさ。 D6 で物資の貯蔵庫の場所を示す秘密の地図を見つけたとか。俺は知らん。魔法使いみたいな救世主がいるとは思えないがな。地上で生き残った何かが何年も生き残ってるとは到底思えない。最後には全員でここを出るしかないだろう。だがどこに向かうんだ。結局お前はどうしたいんだ。さあな、ここで静かに暮らす以外ないのかもしれない。わからんよ、誰にも分かりっこない。だが少なくとも彼らは頑張ってるんじゃないか。そうだな、彼ら以外に希望はない。アルチョムおじさん、僕はおじさんのことを信じてるよ。綺麗な場所を見つけたら僕も連れて行ってくれる。アルチョム、息子に変なことを吹き込まないで。あなたみたいになってほしくないのよ。バカな話をしたせいで夜も眠れなくなっているんだから。この子のためになると思う？お願いだからこれ以上構わないで。アンナ、何度も言わせるな。ポリスに戻ってこい。もうオーダーは抜けたし。
言わせるな。オリスに戻ってこい。もうオーダーは抜けたし、命令される覚えはないわ。それにアルチョンは。うるさい。アルチョンと、もう聞き飽きた。部下たちが間に合わなかったら、お前は今頃未亡人だ。黙って。黙るのはお前だ。オリスに快適な家を用意した。なあ、見せかけのあばら屋とは大違いだな。見せかけってどういう意味？文字通りの意味だ。もう勝手な振る舞いはやめろ。知ってるだろう。熟練した兵士が足りてないんだ。お前たちには新兵を指導できるだけの経験がある。大勢を救えるんだ。何度言えばわかる。父さん、私はアルチョムと一緒じゃないと戻らない。それに僕してるぞ。ええ、分かってるわよ。地上に出ることが自滅行為だってことくらいね。私だって放射能で汚染されて彼を失うなんて嫌よ。毎日あんな姿でボロボロになって。でももしアルチョムが正しかったら、もし本当に信号が聞こえてたとしたら、その希望を捨てた自分を許せる。本来の生活を取り戻して太陽の下で子供を育てる希望を手放せる。本物の太陽よ。そんなの諦められるはずないわ。分かった。もう一度アルチョムを交えて話をしよう。だが忘れるな。その信号ペアラが本当に聞こえたとしても、必ず希望につながるわけじゃない。また後で話そう。ここだとみんなに聞こえる。いいわ。信じられない。アルチョム無事だったか。どけ、リュウキュウ。失敗したぞ。アルチョム、教師は元気そうだな。道を開けとけ。大金をしてやるぞ。アルチョム、もう少し傷跡を増やせば女にモテるぞ。そういや、病院のナースは言ってたか。相変わらずだな、アリオシャ。お前ら、群がるのはそのくらいにしとけよ。いやよく戻ったな、アルチョム。いやアルチョム。よし、全員休め。2時間やる。やったやった。どうすか。よし来た。まるでか。こいつを持ってきて正解だった。今回は飲みすぎないようにな。しっかりね、アルチョム。ビールビール。それで何か聞こえた？アルチョム、聞こえるのはガイガーカウンターの音だけなんだけど。ああ、そう。あのクソッタレもいるわね。いつも泣きわめいてる。お願い、もう帰りましょう。私だってできることならビーチとか森とかに住んでみたいわよ。でもこの世界じゃそんな妄想さえできないわ。どうして静かかわかる？死んでるからよ。ずいぶん時間が経っちゃった。フィルターを変えないと。ほら、フィルターを変えて。ここはもう病室じゃないの？私があなたと地上に来たことがバレたら父さんに殺されるわ。ハンザの立ち入り禁止区域なんてもってのほかよ。この辺りの廃墟は全て調べたの？めちゃくちゃに破壊されてる。モスクワにはこの国一番の防空設備があったのよ。それがこの有様なんて。他の場所はもっとひどいんでしょうね。デーモンを追い払わないと。ここの居心地が良すぎるんだわ。you
ねえ、オーダーに戻ってくる気はないの？ポリスに移動するのよ。父さんは家を用意してくれるって言ってたわ。私たちだけの家、最高でしょ？一軒家、キッチンがあって、シャワーも。ここは一人ずつ行きましょう。不安定だわ。あなたの番よ。とりあえず森は抜けたようね。うわ、今も聞いた。明かりを消して。今も聞いた。私たちの足音を聞いてここで待ち伏せしていたんだわ。前より賢くなってる。急ぎましょう。この辺りの獣は私たちの存在に気づいてるわ。邪魔するよ。聞いた？群れだわ。最高の展開ね。危なかった。ミュータント同士がいがみ合っていてくれて助かったわ。このエリアを立ち入り禁止区域に指定している理由がわからない。放射線量も獣も特別危険なわけではないのに。止まって、群れよ。ここでテルモピュレの再現をする？それとも通り過ぎるの待つ？ちょっと待って。今ので最後のようね。気づかれなくてよかった。大群だったわ。これが立ち入り禁止の理由？もしここの群れがこんな大群ばかりなら。橋を通って線路を越えるのはどう？遠回りしなくて済むわ。ちょっと高すぎるわね。アルチョム、手を貸して。登ってきて。
ゃないわよね。列車だ。地上を列車が走ってる。一体どこから。どうしよう、アルチョム。追いかけるべき。見て、オーダーのメンバーだわ。あの列車を追いかけてるみたい。一緒に行きましょう。おいよ、前田君飲みな。あなたたちどうやってここに。あそこのあれ見た。もちろんだ、早く飲め。最初に確認しなさいよ、このボンクラ。アルチョム、よかった。こいつらオーダーじゃない、ハンザの連中よ。何発も殴るなんて。父さんに言って厳罰を与えてやる。モスクワでは一体何が起こってるの。まるでモスクワ以外の場所に住んでるような口ぶりね。そうだよ、俺の村は200キロくらい先だ。村？モスクワに住んでるんじゃないの。普通の村よ。私たちの男の子の父親を探しに来たの。1年くらい前にモスクワに行くと言い残したのよ。そしたらこの人たちに捕まって。他にも生存者がいるの。いないと思うの。そりゃひどい場所も獣がいる場所もあるけど、それでも私たちは。アルチョムが正しかった。生存者はいるんだわ。知らなかった。生存者は私たちだけだと思ってた。ああ、メトロ中の人に知らせないと。おい、降りろ。ちょっと、こんな場所で降ろすつもり。ヤツらは大丈夫だ。せめてマスクは返してあげなさいよ。ヤツらにマスクなど必要だ。バカめ、死なないで済んだもの。行くぞ。それじゃあ、お疲れ様。